皆さんこんにちは、私、谷組中央診療所の、所長管理者をしております医師の西脇健太郎と申します。今日は中学生の皆さんの将来の進路選択に、少し役立つようなお話をできればなと思います。私が医師を目指したのは、中学2年生の時でした。私の両親は全く医療とは関係ない仕事をしているんですけど、近くの開業医の先生に憧れて、よし医者を目指すぞと決めました。中学生の頃決して体は強い方じゃなかったもんですから、よくお腹が痛いと言って、近くのクリニックにかかると、そこの先生がすごく丁寧にお話を聞いてくださったんですね。それで、あ、これはいい仕事だなと思って医師を目指すという決断をしました。今こう出てる写真がですね、私の今の職場の、メンバーの写真になります。診療所の中には医師だけでなく、看護師や、事務の職員、そして、門前薬局の先生や薬局の事務の方がいらっしゃいます。また地域にはたくさん、ケアマネージャーとか、行政の方とかですね、訪問看護師さんとかリハビリの方とか、たくさんの方と、まあ、多職種連携という形で、地域を、守っていく仕事をさせていただいております。現在、私は谷組中央診療所に勤務しておりますが、もともとは、安八郡郷土町の出身です。1976年昭和51年の生まれで、地元の郷土小学校、郷土中学校を卒業して、大垣田高校に、進学しています。その後、私立の自治医科大学というところに、進学しまして、医師免許を取得するための、勉強をして、2002年から県立多治見病院で研修医を、として学びまして、その後2004年から、岐阜県職員として、郡上市に派遣されました。2015年から地域医療振興協会の立場で谷組中央診療所に、勤務をしております。現在、まあ、診療所の、医師として、まあ、通常の外来診療、例えば、血圧が高いとか、糖尿病だとか、主にあとは高齢者の方の医療に携わっているんですが、診療所の外側の仕事というのも実はたくさんありまして、谷組の中の幼児園、小学校、中学校、の内科の学校医をしています。医師として勤務をしていると、時々専門は何ですかっていうことをよく聞かれるんですけど、私が一番得意としているのは、プライマリケアといって、診療所のようなちっちゃな医療機関で、内科とか外科とか関わらず、また年齢も0歳から100歳を超えるところまで、まあ、全体をこう見るような仕事が得意です。ここでちょっと自治医科大学について、紹介させていただきたいと思います。自治医大をご存知の方っていらっしゃいますか？ありがとうございます。自治医科大学っていうのは、もともとですね、医療に恵まれない僻地等の医療の確保および、向上とですね、地域の住民の健康福祉の増進を図るために昭和47年に、全国の都道府県が共同出資して作った私立の大学になります。当時の自治省が作ったというところがあって自治医科大学という名前になってまして、栃木県の、宇都宮と小山の間に、あります。この大学はすごく変わった大学なんですけど、毎年、県からですね、だいたい 2,3 名の学生を選抜して、自治医科大学に、学生を送り込みまして、学費については全額、貸与していただけるという形になってます。卒業するまでにおよそ2000万円ぐらいの学費になるんですが、卒業してから在学した期間の 1.5 倍の期間の9年間を、県知事が指定した山間僻地の病院等で診療所等で勤務すると学費の返還が全額免除されるという制度になっております。まあ、そこまで一定期間働くと、あとは個人の自由で働いてよいというような制度になっております。まあ、私はその制度の中で郡上市の方に派遣されて地域医療に従事しておりました。地域医療の定義をお話ししますと、まあ、ある対象となる地域の住民の方に対して、まあ、住み慣れた地域のですね、でのですね、幸せな暮らしを守るため、保健、福祉、行政と一体となった医療を提供するというのが、まあ、地域医療の定義となっています。その地域で暮らすということを、我々大切に、見ております。はい、で、
ちょっと今出てる写真がですね、私が最初に行った、高須の写真になります。高須診療所に9年間お世話になりました。非常に積雪の量が多くて、あまりに雪が降るもんですから、ガラスが割れないようにと、窓を閉めたりするようなこともあったり、スキー場まで非常に近い距離に住んでましたので、よく妻と一緒にスキー場に出かけて、そういった余暇も楽しみました。山間部で、医師1人、なんですけど、看護師さんや事務の方に助けていただいて、9年間無事終えることができました。で、こういった診療所の仕事っていうのは非常に幅の広い年代の方を見なくちゃいけなくて、例えば、0歳児の方の、生まれてすぐからの予防接種も、大事な仕事です。今この写真で出てるのはちょうど私の娘が生まれた時に、私自身が娘の予防接種を打つという場面なんですけど、今予防接種もかなりたくさん種類があって、計画的にやるのがなかなか大変です。一方ですね、100歳を超える方の診察もやっております。今写真で出ているのは私が、最後におそらく見ることになったであろう明治生まれの患者さんで、当時103歳で、在宅にお住まいで、往診に行かせていただきました。この方最後はですね、ご病気でご自宅で亡くなられたんですが、ご自宅で最後まで過ごせるように、いろいろ診察をさせていただくのも私どもの大事な仕事となっています。で、もう一つ仕事のお話で、今ちょうど新型コロナのワクチン接種が、進んでいる時期です。で、私も谷組の予防接種、揖斐川町の予防接種をいろいろ担当させていただいてて、会場の設営だとか、実際のその接種そのものも、担当させていただいてきます。私の仕事のやりがいをちょっとお話ししようかなと思います。仕事のやりがいっていうのは、やっぱり地域の皆さんの身近な健康問題に対応できるっていうことはすごいやりがいになっております。非常に幅が広い内容を扱わなきゃいけないんだけど、そここそが地域医療の、醍醐味でもあります。診療所の外で、する仕事もたくさんありますし、これはうちの、職員看護師が話していたことなんですけど、継続して地域と関わることで地域の皆さんの成長だとか、人生に寄り添うような仕事ができるっていうのは非常に大きなやりがいだと、看護師は語っておりました。私自身もそう思ってます。一応これからの夢なんですけど、このまま揖斐川町を中心とした、地域医療に継続して従事して、より良い地域づくりに、貢献することができればなと思っております。そしてですね、若い方にぜひ、地域医療の現場に来ていただければと思っています。私も、普通の人ですので、同じように年を取っていきますので、どんどん世代交代もしていかねばなりません。地域医療っていうのは実は結構やりがいのある仕事で、かつ体力もいる仕事です。若いうちに地域で働くってことはすごく仕事のやりがいもありますし、取り組む内容もたくさんありますので、ぜひぜひ、地域医療の現場を、皆さんにですね、コロナが落ち着いたら見ていただいて、地域医療の魅力を知っていただければと思います。そうですね、患者さんがやっぱり元気になった時は嬉しいですね。少しでも正確に診断をして、また治療するときにその患者さんが望まれるような方向でやって、元気になられて、良くなりましたって言われたときにはやっぱりすごく嬉しいです。どうなんでしょう、やっぱり医療っていうのはどうしても最後に人は亡くなられるというところがあって、全ての人を救えるわけではなくて、医師として辛い思いをすることは確かにたくさんあります。だけど、そういうところもやっぱり医療としてやっていかねばならないことですし、少しでも地域の皆さんのお役に立てるように、頑張るという気持ちをまた奮い立たせてくださるような場面でもありますので、なんとか頑張ってやっていきたいと思ってます。それはあります、医師として勤務をしていると、例えば
地域づくりをどうしようかとか、そういった行政のことというのはかなり自分の中では興味があることで、まあ、役場の方々と一緒に仕事をさせていただいたりという形で、まあ、間接的に関わらせていただいています。自分が好きなことの一つは、まあ、音楽が好きで、まあ、そういった音楽を通じて、まあ、地域が良くなるようなことができれば良いなということで、講演会で、声楽家の方といっても実は私の妻なんですけどと、組んで私がピアノを弾いて、病気の話をするといったようなちょっと変わり種の講演会をやらせていただいたこともあって、まあ、そういったことにも、ちょっと今後もやっていきたいなと思いますし、地域の中のそういった芸術振興とかですね、もし何か関われることがあったらいつかやりたいなというふうにはずっと思ってます。医師になるためにはまず、医学部に入らなければなりません。確かにその受験勉強とかは大変だったんですけど、目標を明確に決めていたので頑張ることができましたし、まあ、勉強自体をどうやって楽しんでやろうかということを考えてやっていたので、まあ、なんとかそこは乗り越えることができました。意外と知られていないことなのかもしれないですけど、医師になるためには医学部に入ってからの勉強が結構大変で、そこを頑張らないとやっぱり医師免許は取れないもんですから、ずっとやっぱり勉強はし続けなきゃいけないなっていうのは、自分を振り返ってみると、そんなようなところを思っております。はい、私は中学生の時に医師になることを夢見て、頑張った結果ちゃんとそれは叶ったなというふうに思っています。だから夢っていうのは一つの目標だと思って皆さん頑張っていただければと思います。で、職業を選ぶってことも確かに大事なんですけど、その選んだ職種でどういう仕事をしていくかっていうことを考えていただくこともすごく大事です。医療の分野っていうのは医師だけではなくて、看護師とか薬剤師とかリハビリテーション、放射線技師、事務職、例えば研究だとか医療分野の教員とかですね、非常に幅広い選択肢があって、働く場所も僻地から都市部までたくさんあります。で、そういったことも少しずつ現場等をですね、実習何かの機会を利用して見学していただいて、少しずつ具体的に考えていただけるような形を考えていただけるといいかなと思います。で、まあ、コロナのことでなかなかそういう機会は難しいですけど、落ち着いたら、ぜひそういった現場の声を聞いていただくような機会をこちらも作れたら良いかなというふうに考えております。はい。